なんチャンネル、こんにちは、モリアンヌです。本日はセレクション坂倉選手殺しようかやっていきたいと思います。ちょっと噛んだ今回ですね、スタッフさんにセレクションの坂倉選手が打ちやすくて使いやすいと言われたので、私でもヒットを量産できるのかリアタイで検証していきたいと思います。この動画を見て少しでも坂倉選手が皆さんのオーダーの中に入るかどうか参考にしていただけると嬉しいです。それではやっていく、リスチャンロナウド、なんチャンネル。まずは過去の登場を見ていきましょう。坂倉選手の S ランク初登場は2020年のシリーズ2でした。その時はこちらの画像にもある通り低弾道の上、総力型でちょっと使い方が難しいなっていう印象でした。それからこれまでに4回ほど登場していて、セレクション2022シリーズ1の坂倉選手はシマーターで強いと言われているラインドライブプラスパワーが強い選手な上、ミートが称号で A に乗るという阪神の金本選手並みにラインドライブで打ちやすい選手になっているそうです。どのくらい打ちやすいのか今回リアタイで検証していきたいと思います。今回はですね、ヒットを私でも量産できるのかということで坂倉選手を1番に入れさせていただきます。ほんじゃ行きましょう。本当に打ちやすいのかな、なんチャンネル。まずは外小馬さんで止めます。いやでもめちゃくちゃ強い方だろうから、外小馬さんどう刺さるかな。あ、全部打ってくるタイプだ。あ、やばい、うん、強い。あ、惜しい。いや今よく頑張ったよ。ゲッツー取りたい。うーわ、ゲッツーどころじゃないよ、マジで怖い。お願いします。あいや、ちっちゃい方か迷った。いいよいいよ。ちょっと危ないな、これマジで抑えたい。いや、ちょっと待って、ちょっとトラッパ。オッケー、いや、よくない。さあ、そういうことで、どういうことで。坂倉さん行きたいと思います。超ラインドライブ。フォーク持ちの山本さん。お、腕出た、坂倉さんで腕出た。いいぞ。なんかですね、情報によると、広角持ちなので、流し打ちをするとホームランしやすいですって出てたんですけど、書いてあるんですけど、すいません、流し打ちができなかった。ミスった。分かってなかったんだよね。そう、分かってないんだよ。分かってると思いきや分かってない。うわー、今のツーシームマジで悔しい。でも人はこうやって強くなるんです。こうやって悔しい思いをして強くなるの。オッケー、来た、飛んないで。あー、でも坂倉さんはご帰宅されました。お帰りなさいませ。じゃーんじゃーん、待って、やばい、間違えた間違えてよかった。やばいかもしれない。これをボール球に、いいよ。オッケー。ここまでずっと全然抑えられてなかったわ。あー、上手
もう上手です。これがちっちゃい方と思ってくれないんだろうな。あ、持ってくれた。よし、なんでツーシーム分かってるのに。なあ、ダメだ。ありがとうございました。上手でした。なんチャンネル。ということで、ちょっと悔しすぎたので、ラスト一戦だけ坂倉さんでどうにかこうにかさせてください。お願いします。お願いします。もう2時です、夜中の。よし、金田さん的な、あ、違うです、外小葉さん的なね。お、いい、坂倉さんのいいところ見せられた。でも坂倉さん確かに打ちやすいな、めちゃくちゃ。みんな結構視聴者さんが打ちやすいよって。昔はでもすごく打ちにくいなって思ったんですけど、あ、打ちにくいですいや、外小葉さんに比べたらって思ったんですけど、やっぱちょっと打ちにくいですね。あ、打ちにくいです。何してんだろう、なんかマジで打つ、絶対に打つ。確かに打ちにくい、やっぱり。でも打てる、できる、やれる。これは打たないとまずいよ。よいしょ、落合さん、よいしょ。まずは1点。外側のやつ来るかな。あー、いや、ボール球。あー、これはダメか。なんかすごい複雑なんですよ最近。やっぱ動画を撮るようになって、この選手を使う、初使用みたいな動画あるじゃないですか。やっぱりそういうのって、その選手をめちゃくちゃ見せたいけど、でも勝ちたい。でもこれで例えば同点になればもう一回見せれるけど、まあ勝てなくなる可能性も出てくる。そこがすごくね、複雑です。よいしょ。本当に改めて動画って撮るのすごく大変だなって思うし、いっぱい動画を上げられてる方すごいなって尊敬します。だから皆さんでプロスピの動画を見ましょう。ということで、勝ちました。ありがとうございました。なチャンネル。さあ、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。個人的にはですね、やっぱり皆さんが結構坂倉選手すごいいいよって、そういうお声をいただいてて、でもやっぱり欲しい選手いたからなと思いつつも、今回こうやって企画にしていただいたことによって、初めて使う機会ができて、すごく打ちやすかったです。だしヒットも2本ぐらいですかね。この私の打率で2本ぐらい坂倉さんで出せたっていうのは、かなり打ちやすいのがやっぱ理由なのかなって思います。やっぱ広角打法もありますし、優しいなと思いました。本当にめちゃくちゃもう半べそかきながら坂倉選手育ってたので、まあ、ちょっと今挑戦なんですけれども、まあ、ちょっとこれから多分ツイッターの企画とかでプロスピの自チームの多分 S ランク 10% が10枚もらえるみたいな、多分ね8月頃にもらえると思うので、まあそういうので、ちょっと坂倉さんをあと2枚ほどいただきたいなとちょっと思っております。まあ最悪1枚でもあれば煙突コーチも使ってもいいかなって感じです。私今カープ枠がマイケンさんをずっと使ってて、ちょっともう古くなってしまってて、スプリッツ的に弱いので、ずっとカープ枠誰か欲しいなって思ってたので、坂倉さんもちょっとこれから使っていけたらなと思います。皆さんもね、よかったら坂倉選手使ってる方、こんなところがいいよ、こういうとこが打ちやすいよね、こうだよねっていうコメントをぜひお持ちしております。今年残りの坂倉選手の活躍も楽しみにしています。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。カメラ切らなくてよかった。あ